これは誰もが知るあの名曲誕生にまつわる若者たちの本当にあった奇跡の物語。音楽なんてくだらないことをいつまでやるのかと聞いてんだ。これ今日でやめるわ。音楽に挫折した兄と、この曲さかっこよくアレンジしてくんない？音楽に惹かれる弟、お前は敗者になるんじゃなかった。敗者にはなるよ。その才能に気づくとき全てが変わる。音楽をやるために生まれてきた人間です。バカボンか！デビューしたらバレるでしょ。バレない。覚悟はできてる、何度も顔を出さない。曲が良ければ顔なんか出さなくても売れますよ。それは前代未聞の覆面デビュー。これでメジャーデビューだ。終わりにする。一人で決めんのかよ。お前は自分の書いてきた曲が全部嘘だったのか。今まで好き勝手やってきた兄ちゃんにそんなこと言われたくねえ。私好きだよ、ヒゲの歌。続けたくても続けられねえやつもいいんだぞ。二つの夢を追いかけた若者たちが奇跡を起こす。奇跡、あの日のソビト。